こんにちは、エヴァトタケシです。今回は、嫌われて喜ぶ心理とはというテーマでお話ししていきたいと思います。人間は完璧な存在ではありません。なので、どんな人でもわからないことがあるのは当然のことです。わからないことがあるのは恥ずかしいことではありません。私もわからないことがたくさんあります。 電車の切符の買い方やバスの乗り方などはすぐに忘れてしまいます。なので、毎回電車やバスを使うときは緊張します。バスの運転手にお金の払い方を聞くとムスっとされることがあります。そんなことも知らないのかよ。そんなの事前に勉強してこいよ。こっちは急いでいるんだから。と言われているような気分になりますが、あまり気にしないようにしています。なぜなら、 知らないことは聞くしかないからです。わからないことがあるのは恥ずかしいことではない。知らないことは聞けばいい。知らないことを聞いたら冷たい態度を取られることがあるけど気にしなくても大丈夫と思っていれば不必要な知識を詰め込むことに貴重な生命時間を費やさずに済みます。わからないことをわからないと言って馬鹿にされたときは人間は完璧な存在じゃないんだから わからないこととがあるのは当たり前でしょと思うようにしましょょ思ううう。よにま知らないことがあるのは恥ずかしいことだと思っていると知らないのに知っているふりをするようになります。嘘をつくようになるということです。嘘をつけば信頼を失います。そして自分は嘘をついたと罪悪感が湧き上がってきます。知っているふりをするたびに自分は嘘つきだ。 という感覚が強くなり、そんな自分のことを好きになれなくなっていきます。わからないことがあるのは恥ずかしいと思っていると、あれもこれも、とまんべんなく知識を仕入れたくなります。するといろいろなことを浅く知っている、つまり特徴のない人間、魅力のない人間になってしまいます。特徴がなければ人に覚えてもらえなくなります。人に気づかれなければ、 好かれることがありません。それよりは、私はあまりものを知らないけど、これだけは詳しいんですという人の方が人に気づいてもらえます。あまりものを知らない自分を馬鹿にされるかもしれないけど、一つのことに詳しい自分が好かれることもあります。私はこれが大好きなんですというものに熱中することで自分が輝き始めます。そして、その独特の雰囲気が 人に何かしらの印象を与えます。ということで、知らないことがあるというのは、知っていることがあるということです。できないことがあって、できることがあるというのがあなたの個性です。あなたの個性を嫌いになる人もいれば、好きになってくれる人もいます。何でも均一にできる人は、人に気づいてもらえないので、嫌われることも、好かれることもありません。 自分のことを好きでも嫌いでもない人を100人集めても200人集めても虚しさを感じるだけです。自分を均一化せずそのままの自分を持ち続けていれば10人中9人に嫌われるかもしれません。しかし一人の人間には思いっきり好かれる可能性があります。嫌われる勇気を持ち自分らしさを大事にすることで本当に自分を気に入ってくれる マニアックな人を見つけに行きましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。